お疲れ様です。ラットです。今日はね、ちょっと動画撮るの急いでるんで、急ぎで入れたいと思います。で、今日使うのは 2.5 枯渇ってやつですね。なんかもう最近、なんかグラチャで12章、いろんなデッキがすごいあるんですけど、なんかゴブジェイスパーキーのコウモリガゴモリ、ガゴモリとか、なんか最近ラバクローンとかもいろいろ流行ってるんですけど、今日はね、その流行ってる中の一つの、この、超高回転バレルデッキを、はい、使っていきたいなと思います。で、やればいいか。ちゃちゃっと。やっていきます。でもゴルとか来たらもうどうすんのか知んないんですけど、なんかそれ以外とかだと結構やっぱ高回転で回るし、なんか相手がロリーババ雪玉ラムライダーみたいな、なんかロリーババ雪玉ポイズンの高回転ラムライダーみたいなのにも勝てたりしたんで、まあ普通に相手がロリーババとか持ってても全然戦えるんじゃないかなとは思いますね。やっぱ2周目が早いんでちょっと楽します。あ、今ウッドサイターですね。相手ウッドサイター、いや今僕ウッド欲しかったな。相手連敗記録更新中っていうクランにいる、やばい。何それ、更新止めない方がいいっすよね。なんか止めたら申し訳ないんで止めないようにしたいと思います。でここのバレル相手回ってないんで絶対で、ここのプリンってコウモリこれ出して受けれるんですよね。これ結構知っとくの大事で、普通にあのコウモリ8枚プリンがターゲット取ってない時も3体が毎回気になって防衛できるんで、よいしょ。あーはーい、やばい、なんでそこ今外した。これギャング機か。まあまあまあ、ロケット削りをされだすとちょっとピンチになっちゃいますね。で、これウッディで処理されたら辛いですね。で、ここ毎回またコウモリで。あー、もったいない。これもったいないな。もったいないけど。まあいい。しゃあない。オッケー。これ美味しいですね。フッキーや、いや。今は一回待って。でもこれを繰り返してロケット削りさえされなければ大丈夫だと思うんですけどね。で、ここのバレル相手回ってないですね。あー、でもギャングあるから一回待つか。あと、ハシマイプリンが厄介。マジ厄介ですね。オーケー。で、バレルウッドしたいけど、間に合わないから、一回待つ。で、これは奥です。奥！で、これ、相手が、あー、まあ、ちゃんと見てますから、さすがに。さすがに見てるか。で、この絵に対しては、相手反応できない。いや、下か。やばいっすね。さてやばい。ぽい。これな。あ、行っても早い。え？めちゃくちゃ早くない？ウッディ。きつい。きつい。同じような。あ、インフェ枯渇か、相手。ぽい。雰囲気がインフェ枯渇っぽいけど。どうなんだろう。あ、ほら、やっぱり。で、これ、吹き矢残ってるから、スキアイスピンの、いやー、普通に、いやー、甘えた。ウッディ打ってればよかった。これ、ハシマイプリン読みミニペッカー、当てる。素晴らしい。で、これ、ギャング読み！わかった、気づいた。この人、ギャング毎回右下だ。この人。ってことで、ギャング毎回右下っていうのを覚えたんで、こっからですね、こっから。右下気をつけます。右下にミニペからの右下にウッディ裂けば、で、これ延命してこないかな。おいしい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 。ああ、そういうことか。で、この流れで外していく。オッケー。オッケーオッケーオッケー。やばい、ロケット削りやめて。ロケット削りだけやめてほしい。マジやめてほしい。ロケット削りされると、もう終わっちゃう。やめてほしい。ロケット削りやめて。なんで回転する。あー、バレたー。ロケット削りで俺の負けが決まることがバレてしまった。やばいよ。あ、でもこれさっき覚えた。ここに絶対ギャング来るんで、この人っていう俺の予想は外れるけど、ギャングが来る予想、あー、ひどい。今の奥に打ってれば全然勝って出せた。いや、まだ参る。いや、全然参る。攻めるよ。攻めます。もうこうなったら攻めるしかないんで、僕は。オッケー。吹き矢、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 吹き矢ゲームして、
で、これウッドサク絶対。オッケー、分かってる。あー、ファイブって言ったら神だった。オッケー、あるあるある。あるある。で、まあ、ロケットウッディも耐えるでしょ。はじめプリン巻いてない。はじめプリンだけ警戒。これファイブであれ打てる。オッケーオッケーオッケー。あ、ファイブって言うの。おー、勝ったはい、ロケットウッドで負けたと思った。グッドゲームですね、これは。日本人なのかさて分かんないですけど。やばい。いやー、やばい。負けたと思った。普通にロケットウッドで負けたと思った。ラッキーですね。ミニペッカが刺さった。ってことで、まあ、開始、これ、あの、KK バレルってやつですね。開始直後。もう開始した瞬間ですね。バレル投げると、意外と相手なんか、やっぱバトル始まったすぐって結構気抜いてるんで。大事ですね。そういう、まあ、ちょっと相手のミスというか、なんか事故を狙うっていうやつですね。痛い。で、これ今、ロリバーは回ってないんで。あー、これ延命したかったですね。あー、ハンターか。ハンター嫌なんですよね。バレルのタイミングで出されたら完封されちゃうんですよね。そう。ハンターディガポイだ。あ、出た。これだ、これ、これマジで、これマジで外役なんですよ、これ。これハンターの、あれ違うなんか、なんだこれ。アウトローのハンターディガっぽい。あー、でもなんか嫌だな。きつい。なるほど。多分ディガっぽい。だとして同サイドにすると全てカウンター受けちゃうんで逆サイですね。これ逆サイゲーミング。あー、吹きはもう一個左だったな。これ多分ボス的に、あー、なるほど。手前にしてハンターで処理がだるいんですよね。ロリーババー殴れ。あー、惜しい。でボス的あるからミニピがだるいですね。あー、後ろから組むか。いやー、これ同サイドがいいのかな。ボスキアウトロコム、ディガ。あ、なんかこれ、ちょっと見たことあるかもしれない。このあれだ。このなんか。このデッキ。TV で、ちょっとだけ見たことがあるかもしれない。やばい、言うのだけやってくれ。うーわ、やばい。いた。ここで外しますね。で、ここのバレラは、まあ、ロリババで守られる想定の次ですね。次を進めます。いやー、痛え。それ痛えよ。で、ここのアウトローンに僕はウッディ避けます。いらないのか。いや、マジで刺さらんくれ。これ。で僕の吹き矢警戒で遠目に出してきたけど、あー、で、これポイズン。いや、これ無理だわ。これ絶対無理だ、これ。マジで。勝ち方教えてほしい。いや、これは無理だわ。マジで。だって、ただのディガポイっすもんね、相手。これ、ロリババ、相手あれがあるんで、外して。あー、外さんでよかった。コウモリ丸。コウモリ丸。これ、地獄だ。これは無理だ。くっそ、ダメージが飛んで。やばい。これは、しゃあないのかな。これ、しゃあなし。な気がしますけどね、これは。さすがに。いや、これはなんかどう頑張っても無理だと思いました、僕は。はい。これ GG ですね。これポイズンで終わりだー。まあ、そういうことですね。ディガポイ弱点。ディガポイが弱点みたいなとこありますね。もうウッド型の。そう、ミニペッカ、なんでミニペッカなのっていうのが、最近、小ジョババとラムライダーとか、まあ、ユーノとか、あ、なんか、その、単体で攻めれる系がすげえ多いんですよね。なんで、まあ、それに対してはミニペが刺さるんだと思うんですけどね。ってことで、ジャックくんですね。26使ってんのかな？どんなんだろう？てか、これ26だったら100が出ない気がするんだけど、勝てんのかな？むずくね？だって、俺、ホグ、毎回ノーダメで止めれない&、いや、言うてか。おー、なんか違う。逆にびっくりする。ザップ来ないで。オッケー。トルネか。キングに吸わない。あー、外した想定。
これ本物かな。でも本物だよ、絶対本物、偽物の、うん、あーバルキリーファルチェのあれですね、多分バルキリーファルチェ、これワンチャンミリペ入る、お前いけ、あー惜しい、バルキリー、え、めっちゃ入るんだけど、いやでもアイカリいた、いやいないな、スキアイスピー、多分バルキリーファル、いやトルネードダイはでもなんだこれ、あー合ってる、なんかオリジナルのじゃないや、ええマジ、これ絶対違う偽物でしょ、これ本物、これファイブボーン、オッケー、いいボーイ、さあ吹き矢が残るのも美味しいですね、これ両サイしかも削れてるんで、え、これも美味しい、いやスキアイスピあったら絶対、いや分かんないですね、よく分かんない、さすがに何も言えないですけど、ぽい、これザップかな、パーンだよね、そうザップだから僕の攻撃は入るんですよね、これ相手吹き矢逆サイにして僕は左を攻める構えをします、でバレル奥にして OK 吸えない、あー言うて吸えるか、あー微妙だな、お待って、それは事故、やばい待って、なんか下手くそになってきた、急に下手くそになってきた、やばい、さてやばいですね、うやばい、うわー今のうまい、もうタイミングがぴったりだった、やばい、あ終わった、あーワンパンされた、ワンパンされた、ここにちょうどスケルトンとか出ないかな、いやうまい、一気に持ってかれた、くそー、というわけで中京急いでるんで終わりにしたいと思いますね、グッドゲーム、はい、なんでまあこのなんか 2.5 カ月みたいなめちゃくちゃ回転早いし使いやすいと思うんでぜひ使ってみてください、というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。